超フィーチャーでサモちゃん専攻会ですね。今週もやってまいりました、トゥーホットキューバー。はい、ということでですね、1週間がやってきたということで競馬占いの方をやっていきたいと思います。はい、で今週の本編の、競馬占いはですね、もちろん桜花賞、はい、今まで通り、やばいドキドキしてるんですけど、ちょっとね、まあね、はい、今回もね、ジュベナイルからの、ね、馬が多いということで、はい、ね、まあそりゃそうだっていうね。で注目馬としてはジュベナイル勝ち馬のアストリピチェーノや、KO 杯にサイステークスでレコード勝ちをしたコラソンビートといったメンバーが揃いました。あとステレンボッシュ、ね、あとスイープフィートだろう、ね、チューリップ賞組がどう。いやもうさ、結構いい馬がいっぱい私の中で揃ってる。チェルビニアとかさ、多分ね、この世代牝馬では一番いいメンバーたちかなっていう。今年は牝馬のが上だとかっていうほら噂もあるじゃない。でもね、ボンドガールは残念ながら上、そうですね、こちらは抽選が通んなかったという。いやー、だからさ、なんかさ、ドキドキするんだけど、占う方もドキドキするし、ましてね、POG の皆さん、あのリオンさん推しの馬がですね、2頭ここに立ち上がってきてですね、フェイオンとコラソンビートです。もうね、ちょっとドキドキしてて、今週はちょっと自分も。で、こちらではですね、はい、まあ、ね、メンバーシップもあったということなんですけど、このね、うん、無料版ということなので、そうです、ね、皆さんこちら無料版になってますから ね、普通にやります、いつも通り。で、パート1の方では、はい、1から8頭ということで、はい、ね、まあね、ワイドラトゥ、ワイドラトゥトゥール、はい、ラトゥールだ、はい、でから、コラソンビートまでですね、はい、でパート2の方では、9番から18のプレゼントですね、はい、ですね。で、まあ、先週の振り返りから言いますとですね、ね、先週は、はい、数勝の中から 1,2,3 着全部出すことができました。大阪杯だけ、そうです、はい、大阪杯全部出ました。しかもね、結構荒れたレースでもあったんですけど、そうですね、ねえ、ね、ルージュエヴァユだけ、あの菅原君の、うん、だからルージュエヴァユですね、もう推奨で上げることができたということで、貢献できたんじゃではないでしょうかね。なかなかちょっと3頭当たるっていうのは難しかったと思うんですよ、うん、そうですね、予想家さんたちも多分できてなかったような感じがしますので、一応ね、3連単配当では9万円というね、はい、まあ約10万近い配当には、そうですね、ベラジオオペラでした、そうですね、ね、はい、ね、なので、はい、なのでね、そうですね、皆さん当たってるといいなと思いながら、いたんですけど、私も当てることができてよかったなというふうに思っております。でね、今回でメンバーシップの方始まりまして、先週からですね、ポツ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 とね、結構集まってきてくださっております。なんか今までね、コメントとかもらっていただいたことない方たちがね、結構登録をしてくれてて、あ、こんな方にね、いてくださったんだなとかって思いながらね、私もしみじみ考えながらおります。ただね、結構ね、生顔をしてて、名前を知ってる方にまだメンバーシップ登録がありません、ね、なのでぜひね、お待ちしておりますので、メンバーシップに入っていただくと、ね、よりね、近くお話とかできるようになったり、生配信がね、できるようになりますのでね、でそこでまたね、お話とかできるようになるので、ぜひね、登録の方よろしくお願いいたします。まだね、ちょっとお金の方少しかかってしまうんですけどね、何ぜひね、その分をね、うん、取り返せるぐらいのものをね、作っていきたいと思っておりますので、ぜひね、登録の方よろしくお願いいたします、ね、まあね、こういうことやってるんだよっていうことをね、うん、このチャンネルの、こちらでね、見てたら分かると思います。はい、で ね、今回の方もですね、メンバーシップの方でね、裏返さのものをもうこちらあげます、占いの方もあげますので ね、まあ時間の都合上っていうのもあって、あとね、ちょっと難しいなっていうのもあって、阪神牝馬ステークスの方を選ばせていただきました、はい、そうですね、なので、ね、結構こちらもね、個性派揃いっていうか、そうですね、なので、ね、かなり、あ、そっちも見たいって方はぜひね、登録の方よろしくお願いします。まだ間に合いますんで、見れますよ。なのでぜひね、登録の方、メンバーシップの方よろしくお願いいたします。はい、ではね、やっていこうかな、早速と思います。いいですかね、はい、はい、ドキドキのね、とうとう来ましたという感じなんですけれども、桜花賞がで、桜の花もちょうどいい感じで咲くという感じ、咲いてるという感じですね、大阪の方はね、うん、はい、なのでぜひ、あ、兵庫なのかな、阪神競馬場で ね、うん、そうですね、はい、なのでやっていこうと思います。まずね、こちらに初めてだよという方のためにね、話しますと、私はね、心音占いといって心の音を聞いて占いをやっております。その心の音というのはコラソンなんですよ。コラソンビートのコラソンというのが心の音です、うん、はい、たまたま同じでした。はい、ということでですね、私は3枚のこのカードから占いで上げていきます、推奨馬というものをね。で、まず1枚目のユニコーンの方のカードで、馬の気持ち、馬の状態、馬の心というのを、レースに対しての心というのを見ていきます。そして真ん中のこのね、海の方の波の音で
ね、カードの方でですね、ジョッキーの気持ち、ジョッキーの体調、ジョッキーの、ね、今どんなことを考えているかというのを挙げていきます。そして3枚目のこのね、女神のカードの方でですね、あの勝負運というものを出してきます。で、人馬一体としてですね、あの馬、騎手、運というね、3つのカードからね、数章を出していきますので、そんな感じでいきます。パート1の方で1から9、そして1から8からごめんなさいね、1から8で、パート2の方で9から18という風にね、やっていきますので、まずね、チャンネル登録まで出るという方はね、ぜひね、チャンネル登録をしてからね、見ていただけたらという風に思います。またね、あのこの動画ね、ちょっと頑張ってね、りょうさんいっぱい喋ってるね、頑張ってっていう心がある方、ぜひね、グッドボタンの方よろしくお願いいたします。励みになりますのでね、そちらの方もね。はい、ではね、早速やっていこうという風に思います。まずはね、じゃあご用意いたしますので、一回カメラを閉じたいと思います。はい、紹介いたしました。はい、ではね、早速ドキドキしますがやっていこうかなというふうに思います。はい、1番ワイドラトゥール、鞍上は北村雄一騎手で、前走はチューリップ賞で13着でした。はい、ね、まあ父カリフォルニアクローム母方の父は、アグネスタキオンという血統となっております。おっと、意外といいカードが出たな。馬の方はとても調子が良さそうですよ。ライトのカードなんで光り輝いてる、いいカードが出ました。さすが G1 ですねっていう感じですね。すごい調子が良さそうです。馬の調子は抜群にいいですよ。光り輝いてるということでね、先ほど2回も言いましたけど、光り輝いてるの、よっぽど光り輝いてるんだなと思ってください。調子もいいし、このレースにね、思いがものすごく強いという、今18番人気、私の見てるのは18番人気なんですけど、とってもいい状態にいますということをお伝えいたします。はい、で、北村さんの方を出していきます。北村雄一さんの方だね、これね。はい、はい、馬の方調子いいな、これびっくりするな。イナップのカードですね、十分というカードが出ました。でもこれね、北村さん的には何としても取りたいという気持ちでいますね。へえ、もうなんていうかね、でも平常心すごく、だから何だろう、馬とともに割といい感じですねっていう感じです。悪くないんですよ、すごく。これのレースにかけるも、もう一着というか前しか見てないという感じですね。ただね、あの、そうだな、ちょっとね、私の気持ち的にはこのカードを見て思うのは、ちょっとゴールまで遠いんじゃないかなっていうのが、前に馬を置いてるというイメージがちょっとありますね。このカードからはそういう風にちょっと私の心には通じてますっていうのが、ちょっとうーんっていう感じですね。なので1着っていうのはどうなのかなっていうの感じはしますね。馬なりにいってほしい、馬がいいから調子が、うん、っていう感じでおります。で、勝負の方を見ていきますね。でも結構北村さんの方も取る気でね、だいぶ取ろうという気が全力に出ております。あ、リメインプーポジティブですね、この馬はね。これね、このカード勝負自体はとてもいいんですよ。でも言えることは、ここからね、どんどん上に上がっていけるよっていうカードなんです。だからね、言えることは、なんだろう、馬の調子もすごくいいし、ジョッキも悪くないんですよ。でね、この勝負も悪くない、だから的に言うのは、なんだろう、これからもっと良くなっていくよっていう意味なんですよね。なので、うん、どうだろう、このレースはすごくこの馬にとっていいレースになると思う。すごくそういう意味ではね、いい意味で言うと、レースは良くなる、これからのこの子の、なんだ、この馬にとってのいい経験を積み重ねることができますよというイメージが近いかなっていう感じがします、うん、はい、そんな感じですね。ポジティブになっていけるよって、もうちょっと運が上がっていくよっていうことですね。はい、なので、うん、悪くはないと思います。ただジョッキの方がもうちょっと体当たりできるようなカードだったらよかったかなって私の中では思います。ちょっとなんか落ち着きすぎてるかなっていうのが、もうちょっと G1 にかける思いが、熱い情熱があった方が良かったかなっていう感じはしないでもないです。だから無駄に行ってもらった方がいいかなっていう感じはしますね、うん、ただ一着になるかなっていうのは、やっぱりちょっとジョッキの力が少し足りないような気がしますね、うん、っていう感じです。はい、そんな感じです。はい、2番クイーンズオーク、鞍上はカード優雅騎手で、前走はクイーンカップで1着でした。これもね、人気のある馬で、今何番人気なんだろう。こちらはですね、現在4番人気となっております。あ、下がってきたのか。あら、なんか1番人気の時もあったのに。そうです、昨日の時点ではね、昨日というか、まあ、クイーンズオーク、でもこれ中内さん、内田さんの、まあでもね、リバティと同じでしょ。そうです、ね、うわ、ハッピーソードのカードが出てます。すごくいいですよ。去年と全くチームは一緒ですね。
あーなんかねすごくいいです。だしねこのなんかレースを待ちわびてたという感じですね。ただちょっと座ってるのが少し気になりますけど、すごく落ち着いてる。だからなんか落ち着きすぎなのかなっていうのも、すごくなんだろう、年の割にはなんていうかな、レースなんかなんていうかな、落ち着きすぎかな、もうちょっと動いてる方がいいかなっていう感じもしますね。もう準備万端で座ってるよっていうカードなんですけど、ちょっとなんで一言のようなところもあったり、そんな感じ。なんか自分が本当このレースは真のじゃないけどさ、そんな感じな気持ちもあったりっていう感じですね。すごく不思議な馬っていうか、なんだろう、でもやる気はないわけじゃないし、調子も悪いわけではない、ね、ただなんとなくちょっとうーんっていう感じ、座ってるのがちょっともうちょっと躍動感の方がまだいいかなって。でも悪くはない、このカード自体は。アクセプトのカードですね。この前あれ2週間前か3週間前かな、これ優雅さん出てた気がする。ちょっとアクセプトのカード自体は何も考えてなくて、そのなんだろう、なんとかそのレース始まってから考えようかなっていうような、2週間前だ、高松の部屋だ、そんな感じですね。だから悪、なんだろう、優雅さん割とふわふわしてる、頭の中が、なんだろう、すごくなんだろう、神経集中してこのレース絶対っていう感じではなさそうな気がする。なんか、ね、あえて何も考えないようにしてるのかもしれないけど、あすごくでも強気なカードではないことにびっくりする。穏やかですね、すごく、うん、意外だな。で父は血なとなっておりまして、今まあ流行りの流行りだね。だからもう絶対的に取りそうな感じのまではありますね、本当は馬的には。ただちょっとこのねカード自体はとてもいいんですけど、光も輝いてるし、ただなんかなんだろう、優雅さんの方がちょっと、あでもパーフェクトタイミングだ、勝負の方は。これはあやっぱりちょっと入れといた方がいいね。ね、馬の方もいいし、勝負がいいです。タイミングバッチリだよっていうカードが出てますよ。わ勝負いいな。だからただ優吾さんの方が意外とフワフワしててびっくりした。ただあれかな、ちょっと疲れがあったりとかしてるのかなっていうような感じ、そんな感じ。ちょっとふわふわしたもやもやっとしてるような、すっきりしない感じかな。あと少しお疲れ気味であったりって感じですね。ただ馬はね状態は良さそうなので、馬なりに行って勝負を使えばいいかなっていう感じなので、ただ一着となるとどうかなっていう感じが、もうちょっと騎手の方がバイタリティあるカードの方がおすすめかなっていう感じはしますね。ただこの馬的に来ると、この馬と勝負を使ってくるっていう可能性はあるっていう感じです。はい、そんな感じです。はい、3番ユフェンヨ、あごめんなさい、2番出してなかった。これ皆さん間違ってないんでしょうね、これ2番でしたよ、このカード。もう一回ちょっとごめんね、2番でこうだわね、うん、はい2番でこうですよ、皆さん間違いないね、ごめんなさいね。はい、次3番に参ります。3番ユフェンヨ、鞍上は西村敦也騎手で、前走はフェアリーステークスで1着でした。で父エピファネイア、母方の父は全能ブロックとなっております。結構さ、1、2番の馬がいい状態の馬だったな。ちなみに新馬戦ではプシプシーな、その日にちょうど出る、うん、あそうなんだよね、他のレースで出てくるんでしょ。確かダイワスカーレットカップだって、なんかさすごい懐かしくて、プシプシーな名前が面白い名前だなと思ってたんで覚えてたんで、その1個前だ、アスナロかな、忘れなくさかなんかね。ワンステップアッタータイムのカードが出ました、虹のカードが出た。しかもユフェオンは白い馬ですよね、足毛じゃない？うん、うわこれはちょっとステップ一歩上がりますよっていう、ワンステップ上に上がれるよっていうような虹のカードが出てます。これ馬の状態とてもいい。なんかさ、イフェオンってほら結構休みの時間があったから、どんな状態かわからないっていうような感じだったじゃない、前走が前1月7日と、そうだよ ねなのでいい感じで、そうなので、だからどんな感じなんだろうって、でいっぱい走ってるまでもないんだよね、うん、なのでどんな感じだったんだろうと思ってる方多いと思うんですよ、ね、経験はそんなに浅い方ではない、そうだからっていうのは、だから穴馬でって言ってる人多いので、今回でも馬の調子は良さそうです。どうやら元気ですね、元気でピンピンしてる感じ、すごくいいと思いますね。うわ西村くんもいいカードが出てる。これは何ですかね、合格とかおめでとうとか、そういうなんていうのかな、感謝とかなんていうのかな、そういう幸せなカードです。どっちかというと出来上がってるカードなんですよ、うん、日が立てて。うわこれ馬と
あのジョッキーはすごくいい。とうとうここで勝負良ければとうとう西村くん来るんじゃないなんて言いたくなるぐらい、うん、すごい西村くんも安定してるし、すごくなんていうのが落ち着いてるし、でいてこの馬にのこのレースにかける思いというのがすごく温かく持ってるような、そんな感じっていう感じですね。さすがやっぱここまで来るといい馬だねみんなね、うん、うわでもまた今から1年のカードだやばい。 I year from now ですね、今から1年だからこの馬ね、ここからもっと良くなります、伸びますっていう感じですね。間違いなく馬もいいしジョッキーもいいんですよ。だからね、でもね今から1年ですよ、今からっていうのを忘れないください皆さん。 Now なのでね、なのでまあこれからどん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 まだ上昇して上昇してあれね、急になんとか上がっていくよっていう意味も込めてあるので、うん、どうでしょう。でも馬もいいしジョッキーもいいということでね、これはちょっとでノーではないということなので、 2,3 着ならあるかもしれないですね、こういう時は。なのでこれはまあもちろん自分の穴馬なので難しいんですけどね、なんだけどあの状態は悪くないです。あのジョッキーの方のカードっていうかね、このね波の方のカードなんかではね、この私が持ってる海のカードの中で1番2番にいいカードなんです、このカードは。なのでジョッキーも素晴らしくいいですよってことですね。で虹が出てるカードって少ないんです馬が。だからねこのカード2枚から言うととってもいい。ただ勝負の方が少し落ちるのが気になる。でも今から1年ですよってことを考えると、これから上昇するってことはこのレースがうまくいくっていうことなんですよね。なのでいい経験にはなるということなので、うん、どうやら何とかね暖かいレースになりそうということですねっていう感じです。だから悪くないっていうか良いと思います。はい、そんな感じです。はい、4番キャットファイト、鞍上松山公平騎手で、前走はアネモネステークスで1着でした。はい、なお大野拓也騎手から変更ということで。ああそっか、でも乗ったことはね、デビューがそうなんだよね。そうです ね、だからデビューに戻ってきたってことなんだよ ね、キャットファイトね。川形騎手はですね、ダートで活躍しているバイロという馬ですね。ジャストビーユアセルフというちょっと遊びが多い馬が出てますね。ちょっと元気でピンピンはしてるんでしょ。だけど少しなんていうのかな、なんかあのなんだろう、浮き足立ってて、でジョキとの相性が大事だよっていうカードなんですよ。まあ相性に関しては、うん、間違いないね。大丈夫だろう。ただちょっと他の馬に比べるとなんかねこの情熱が少ない、ちょっとこのレースに対するっていう感じですね、うん、キャットファイトっていうことだからそんな感じだね、うん、元気なんだよねやっぱり、うん、そんな感じ。パイロでしたね、ハーガタン実は。カイロ？パイロ。あ、パイロか。ダートで有名なんですけど。最後にまた切符を掴んだという。あ、でもフリーのカードがしてる、来てるのでね、松山さんの方はね、自由に動けるよというカードです。いいですよ、このカードも。ジョッキとしてはいいと思います。すごく自由に動けるからねっていうカードが出てます。だから、ただちょっと馬の方が他の馬よりは落ちるのが残念。あなんか集中力が少し足りないかなっていう感じは。ジュベルンの時もどっちかって最後に切符を掴んでって感じで負けたもんね。あーそんな感じか。ね、急に人気はしたんですけど。 We see the next few weeks ですね、数週間後ですね、数週間の中でというカードが出てる。これはだから言うとやっぱ勝負運の方がちょっと弱いかなっていう感じですね。勝負運も少し弱いし、なんだろう、うん、やっぱ馬がちょっとかなって。だからこれ松山くんの方が、松山さんの方が上手に乗ってくる必要があるということですね、うん、ただそれにはどうなんだろう、少し空いたじゃない間が、うん、っていうのがちょっとどうなんだろうかなっていう感じですね。なのでキャットファイト思ったよりはどうなんだろうっていう感じがしますね。なのででもキャットファイトって人気のある馬なので、好きな方はぜひね買った方がいいと思います。まあね、うん、馬と日中はいいのでね。そうだね、馬もちょっと落ちるかな、ね、でも他の馬よりは、ね、そうそうそう、だから好きな方は買った方がいいかなって。松山さんの力が一番大事、このカードの中ではね、うん、っていう感じがします。勝負よりも馬よりも松山さんが一番なんていうか騎手の力で持ってくるっていうのが大事になってくるレースかなっていう感じがします。だから頭を使って乗ってくるんじゃないかなっていう感じがしますね。はい、そんな感じです。はい、5番シカゴスティング、鞍上浜中すぐり騎手で、前走はフィリーズレビューで12着となっております。まあね、ジュベナルでは逃げての5着と、ね、好成績を残しましたが、ね、天乗りで天乗り代わりということで、リラックスエブリシングスオーケーのカードが出てますね。ちょっと体が重そうね、
だからこのカードの時はいつも言うんですけど、体重がちょっと思うようにあの下げられなかったりとか、あとは体どこかちょっと故障してたりとか、気が重かったり、そんな馬の状態、ちょっとなんかこのレースにしちゃちょっと重いかなっていうのが何かね、問題があるとか心配があるとか、そんな感じ、うん、っていう感じが、すっきりしている状態ではなさそう。あ、どうしちゃったのかなっていう感じなんですけど、っていう感じですね。何もかも大丈夫なんだよ、リラックスしてっていうカードなので、カードの意味的にはね。だからちょっとなんだろう、うん、うーんっていう感じがしますね。おかしいね、賞味休者2等出してる。わー、レシーブのカードが出てますね。ちょっと松山さんの方も少しなんか、え、あ、ごめんなさい、松山さん、どうしても松山さんで言ってるから好きなのかそんなあれっていう感じなんですけど、浜中さんの方もちょっと同じような感じ、なんだろう、少しいろんなことを受け止めてっていうカードが出てるんですよ。なんか同じようなカードが出てる、色がなんていうかな、うん、だからちょっとなんかすっきりとしたレースにならなそうな感じ。いや、まあ乗り換わりだもんね。ああ、そうかそうか。だから思ったようなレースにが、レース運びにならなそうっていう感じのカードが出てますね。せっかくの G1 なのにっていう感じですね。で、父ロゴタイプ、母方の父はスクリーンヒーローです。ああ、止められないっていうカードが出てますね。だから多分そうだね、ちょっと操縦がうまくできるかどうかっていう感じかな、っていう感じが出てますね。これ乗り換わりなのか。そうです。ああ、前は違かった、ね、勝間くんがってて、その前は優雅さんが乗ってて、ってどうもそういうのもあるのかも。だから馬の方もそういう心配があるのかもしれないですね。でいて、あの、なんで鎌中さんの方もどうやってやろうかなっていう感じが、だ、操縦がちょっとうまくいかないんじゃないのっていうカードの勝負運でもあると思うので、そんな感じで出ております。ちょっと他のカードの馬よりは少し下がるかな、この馬はっていう感じですね。シカゴスティングの方はそんな感じで出ております。はい。6番ハワイアンティアレ、鞍上は池添健一騎手で、前走はチューリップ賞で3着でした。でですね、まあね、初騎乗ということで、これさ、前回すごいなんか西村君で結構いい感じで、うん、そうしました、ね、そう来たからびっくりしちゃったんだよね。で、父ロードカナロア、母方の父はマンハッタカフェですね。あ、クリオシティのカードですね。ちょっと元気ない、こっちも持ってよりは。なんかさ、なんだろう、ジョッキとの相性も大事になってくるし、ジョッキに助けてっていうような感じですね。ただね、池添さんなんでね、ケンちゃんだよね、これね。だからケンちゃんの方はね、そういう馬得意なんで、割とだからまあで、しかもこの馬主さんとは仲良くね、2週連続乗らせてもらっているっていう。あ、そかそか、プラダリアが先週ではそうでした。じゃあ名古屋の方。そうですね、ね、名古屋だよね、の不動産屋さんですね。ただちょっと馬が少しなんか少し元気がなさそうな感じですね。あ、でもケンちゃんの方はとてもいいカード出てる。すっきりとしたカードが出てます。何も考えてないというか、まあまあやるしかないでしょみたいな、そんな感じ。なるほど。そう、ケンちゃんらしいカードが出てる感じ。何も心配もないし、ケンちゃんの方はそう。ただだからね、馬の方がちょっと心配かな。だからジョッキーにやっぱこれ託すのがいいかなっていう感じがします。でもそれはね、ジョッキーに託した方がいいカード出てるので、馬の方が。だから相性的にはすごくいい感じですね。なんかいい託してほしいっていう感じですね、うん、そうだね。テイクアクション、もっと行動しなさいってことですね。もっと行きなさいって、もっと強気に出た方がいいよっていうカードなので、意外とでも恐る恐る乗るかもね。まあね、そう、全速力で乗るっていう、全力全力っていうよりは状況を見ながらケンちゃんも乗りそうな感じがする、うん、ちょっと石橋を叩いて渡るじゃないけど、そういうレースになりそう。どういう馬なのかをそうだね、確かめながら。だから今後まだ、まあもちろんこのレースって3歳じゃない、皆さん、うん、だから今後多分良くなっていくんじゃないかなっていう感じ。だから馬の方もちょっとなんか、何だろうかな、ジョッキーとの相性大丈夫じゃないけど、手探りな感じ。だからお互いにまだね、手探り状態な感じが続くんじゃないかなっていう感じがします。このレースでは様子見かな、ちょっと、っていう感じですね。だからすごくいいよ、おすすめだよっていう感じではなさそう、ちょっとかもしれないよって感じ。絶対ないとは言えないですけど、私も ね、だけどちょっと、他の馬の方が、まあ、推奨的にはいいかなっていう感じもしないでもないです。はい、そんな感じです。はい。7番スイープフィート、鞍上は滝豊騎手で、前走はチューリップ賞で1着でした。はい。でですね、まあね、阪神ジュビナイルも最高峰から7着と好走して、これは優馬だよね。父ストアブリチャード、母方の父はディープスカイという、
私たちにあの予想の方も2人で別々にねショートの方で出させていただいたんですけど、 YouTube の方でね、あのこの馬一番迷ったんです私、どうしようかなって。ただ印の数がだいたい5つじゃない、ね、うん、だからねそこでもう、 もうどうしようもなくていられなかった私はね、随所にね。でも自分はあのアガリサンハローかなり伸びがいい馬っていうのはよく分かってた私も、ただね他の馬と組合を考えて私の方はね計算しちゃったのよ、うん、でもねずっと心残ってるのがそこの馬なの、ね、正直ね、前4走前の白菊賞では 33.1 という、うーわ馬すごいよ、やばラブのカードが出ました。馬の方ではね私このカード大好きなんですよっていう感じの、本当にね何だろう、みんなの愛を一身に受けてそれを受け止めてそれをね家庭にできる自分で、 そういう子だもんね。そう、当然ねこの子はサマーセール出身ということで、あそうか、すごくいいカードですね、親孝行の馬で、ね、350万ぐらいからカードが出てるわ、やばいこれはっていう感じですね。ね、350万ぐらいが7200万になってですよね、本当だからそういうこともあるんですよ世の中ね、やっぱりね、だから高い馬ばかりがいいわけではないっていうのがなんかすごくなんかねすごいいいなと思いますよね、やっぱりこのステップはしかも大きい。あーパーシストのカードですね、でも豊さんの方がちょっとちょっと波がなんかいっぱいで、ちょっとなんだろう、越えなきゃいけない波がいっぱいあるみたい、まあ、ちょっとね、ちょっとね、なんかね、竹さんの方がどっちかっていうとすごくなんだろう、困難のカードが出てる今、うん、だからもうちょっといつもね、竹さんってなんかすっきりしたカードが出るんですけど、ちょっとなんかモヤモヤしてるカードが出てるので、まあ ね、先週はドーデュースといいなんかね、ちょっとね、あーって感じでしょ、それ上、ね、まあニュース見てる方なんでそうですね、ちょっと心配なんかなんだろう、波がいっぱいで課題がいっぱいあるから、ね、それを一つずつなんかクリアしていかなきゃいけないよっていう、で前にもやかかってるんですよ、だからこれをね馬に任せた方がいい、このレースはもう馬に引っ張ってもらって乗った方がいいんじゃないかなっていうような感じ、馬はもう本当にいいです、だけど竹さんの方がちょっと思ったよりもなんか少しちょっと課題が多い、いろんな、うん、っていう感じがありますね、なんか壁にぶち当たってるような今そんな感じ少しですね、ですねってやつ。あーやっぱりだ、勝負の方もウェイトのカードです、ちょっと待ったっていうカードが出てる、まだね、待てという、いいのに馬がいい、とにかくだから馬に任せる方がいいっていう感じですね。でもねこの子結構ねゲートなんていうか癖がある、あーそうなんだ、かなり希少なんで、あーねこの前ドルースもねちょっとね最初の出方が悪かったね、ローディシャの遅れた ね、あれがなければもしかしたら手応えはね、相手からはあったんですけど、そうだよね、どうですも悪い状態ではなかったんでしょうけど、ちょっとなんかねスタートがちょっとっていうね、っていう感じですね、珍しいだよねっていう感じだったんですけど、ちょっと、ね、そういう意味な、うん、今回でもね馬はとにかくねツイープフィートはねすごくいい状態だからね、多分このレースでもし万が一来れないとしても金層で来れると思う、うん、っていう感じのすごくいいカードが出てます、馬が。だったねちょっとジョッキーの方っていうかまあいろいろね、まあ今あるから、まあね、さんにさんがねだからそれはそうですよ、いくらなんでもほら、ね、パッと切り替えて、ね、いくら竹さんでもちょっと背負ってるものが今回は多いので、まあ、家族もかかってるし、まだハニーも捕まってないというモヤモヤ感があるのかなって、そのモヤモヤ感が全身に出てる今だから、なんだろう、勝負の方も待ってっていうカードなんですよねっていう感じですね。うーんちょっとねこれで勝負良ければ別にね馬と一緒に持ってきたらいいのにという感じがしますけど、でもねあの馬がとにかくいいので、これはね好きな方はねあのなんだろうね買った方がいいと思いますよっていう感じです。とにかく1分2番を争うようないいカードが出てる馬がっていう感じです。はい、8番コラソンビート、鞍上は横山武史騎手で前走フィリーズレビューで2着でした。なおスワブリチャード3区で、母方の父はオルフェーブルとなっております。でこちらね馬券外が今までにないという馬で敷いて、ジュベナイルでは3着という結果でした。うわ別のカードが出た、出た、あれ前もじゃない、あのねコラソンとたけし君ってよくこのカード出るんです。
え、なんだろう、すごいね、なんかね、愛し愛されてる感じなのよ、わかる、うん、なんかね、コラソン自体すごい可愛い馬なんですよ。なんかね、まあ、これ私事になっちゃうんですけどね、インスタとかでも上がってるんですけど、あの調教師さんがものすごく可愛がってて仲いいんですよね、うん、っていうぐらいすごく、なんていうの、可愛らしい子なんだって、すごく、うん、本当になんだろう、もうなんかね、めちゃめっ気があって、もうスリスリしてくるような話が、うん、それがまさにこのカードに全身全霊出てる、うん、ねえ、うわすごい、なんかでもね、これね、水、雨が降った方が本当はいい、この後ろにね、水飲み場があるんですけど、これね、うん、水のがあるんですけど、これは雨が降った方がいいよというカードが出てる。うわ、でもこれ別のカードだっていう感じなんですけど、また出た。これね、たけし君との相性がすごく大事なんですよね。だからね、ねえ、でもたけし君ね、私前走のコラソンの時見に行ってたんですよ、競馬場にね。その時にすっごかったよね、たけし君が乗る時に、もうね、こっちだよみたいな、でコラソンも今行くよみたいな顔してて、なんかすごいこの中に愛情を見たんですよ、二人の。びっくりしちゃってて、いや、やばかった、やばかった。なんかね、その写真が私残ってるんですけど、すごくいい写真なんです。だからね、これでも愛情たっぷりという別の顔出てきましたね。でも馬はね、調子は良さそうですね、すごくいい感じですよ。どっちかというとこの場合はもう 馬よりも犬の方がコラソンなんじゃないかなと思うぐらい、このカード的に。でも見て、みんな、たけし君ものすごい激しいカード出てきた。え、たけし君ってあんまりこのカード出ないよね、うん、そんなことない。そうだね、ものすごい激しいカードが出てきてますね。平穏を装ってるけど、もう空は真っ黒じゃないですか、うん、絶対的に取るよ今回はっていう意識が前面に出てる。やっぱり、ね、このぐらい強いカードが出てほしい、正直 G1 に対する思いは、ジョッキーは。だからそれがね、ここに出てる。だから馬はすごい可愛いし、もう言いなりっていうか、もうね、言われた通り動きますよみたいな、うん、そんな感じの馬。そしてたけし君自体はもう、なんだろう、絶対的に取ってるぞ、これはもう G1 をっていうような勢いで来るっていう感じがしますね、うん、面白いね、すごいね、対比がすごくて笑ってしまいそうなほど。うわー、しかも見て、Listen to your institution のカードです。これね、最後まで見た方がいいよっていうカードが出てる。だからね、まあ、あなたの心に聞いてみてというカードなんですけど、このカード自体はね、あなたが買いたいなら買った方がいいよっていう、でもあなたがダメだと思うならやめなさいっていうカードが出てるんですよっていう感じ。もうだからね、これまで追い切りなり、パドックなり、なんだろう、返し馬を見てから、うん、入れた方がいい、買った方がいいよっていうカードですね。どっちに転ぶかわからない、正直っていうカードが出てます。だから、ただね、追い切りはすごく良かったんですよね、この馬。だからこその怖さがある、うん、正直、まあ、私が言うの悪いんだけど、そうだからね、どういうふうにその倒立を迎えられるかっていうのは最後まで見極めた方がいい。ただね、このカード自体はいつも言うのは、悪いカードではないんですよ、これノーじゃないですよってこと、うん、なのよ。だからね、入れておくのはいいと思う。ただね、これを軸にして買うかどうかはあなた次第ってことですね、うん、ただたけし君今回すごくいいカードが出てるんで、先週よりもいいカードが出てるので、このレースにかける思いはものすごく熱いと思います、うん、そしてコラソンとのこれね、ペットのカードっていうのは絆が大事、ジョッキとの。でもこれね、コラソンはずっとやっぱりほら、安城ね、たけし君で来てるわけじゃない、うん、だからこそこのカードはいいと思いますよ。相性を大事にしてるカードなので、すごく、だから3枚のカード的には悪くはないっていう感じです。はい、そんな感じで1から8までだよね、はい、ここまでやってみました。どうでしょうかねっていう感じなんですけど、まあでも思ってた通りの割とカードが出てるような気もしないでもない、自分的にはね。そうです、っていう感じがしますね。どうでしょうか、いかがでしょうか、はい、っていう感じだったんですけど、はい、でこれ簡単にここで1回ね、よかった馬を上げていこうかなと思います。どうぞ、そうかな、はい、はい、そんな感じです、はい、はい、まず馬が良かったのはですね、はい、1番、はい、2番、3番、4番、6番、7番、8番で、騎手はですね、3番、4番、6番、8番で、勝負の方が1番、2番、3番、8番という感じです。はい、あ、でも結構なんか分かりやすい感じだな。そうですね、ですね、っていう感じですね。うん、そうだね、はい、ということなんで、ということですね、パート2に、はい、ね、パート2の方もね、ちょっといい馬、アスコリピチェーノでいいんだよね、一発目に、一発目に、なので皆さんね、多分気になると思うので、
今回分かれてるのは前半後半とも数が揃うでしょうか。大体ね後半の方が良くなっちゃうんですよ大体、ね、でも私としては前半の方をよく見てもらいたいんですよね本当は勢いがあるので。はい、なので、はい、パート1の方はこんな感じで出ておりました。パート2の方に続きたいと思いますが、皆さんのチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。そしてグッドボタンの方よろしくお願いします。はい、では次に参ります。